平野紫仕様とべ入り直前に弟が YouTube 解説。ファンが便乗加速を懸念元キングピンス以下、キンプリ、平野紫仕様の弟で、アパレルブランド RKS リキー、リクスリキー代表の平野陸ク氏が仕様とのツーショットを初めてインスタグラムで公開。最強のツーショット。とファンを喜ばせた。 陸氏は7月19日にお互い頑張ろうねんと綴り滝沢秀明氏が設立したアーティスト事務ショットをベートベから再始動したばかりの仕様とのショットを公開。コメント欄には陸氏のファンとおぼしきユーザーから初のツーショット。実現して幸せだよ。平野兄弟最強の2ショットいつかあるかなと思ってたけどついにと好意的な書き込みが寄せられている。 仕様は昨年11月に金プリ脱退とジャニーズ事務所退場を発表し、今年5月22日をもって同事務所を退場。そして7月7日、元金プリ神宮寺優太と共に飛べ公式 YouTube の生配信に登場し、飛べでの活動再開を発表したばかりだ。 そんな紫陽の2歳年下の弟陸氏は2020年に株式会社 RM ブラムを設立し RKS リキーの EC サイトを開設。代表者挨拶欄には代表の平野陸です。私は小さな頃から目立ちたがりで何か周りの人とは違うことがしたい、そういう人間です。 昔から服が大好きでいつか自分のブランドを立ち上げたいと強く思っていました、とある。また、同志はこれまで仕様との関係を明言してこなかった。しかし、仕様が過去に、ジャニーズ公式携帯サイト、ジョニースウェブのブログ投稿で、r k s d ーのロゴ入り T シャツを着ていたこともあって、彼らが兄弟であることは、ファンの間で周知の事実となっていた。 陸士のアパレルを支持する人は多いようで、今回の兄弟共演の解禁がファンを喜ばせた一方で、一部の使用ファンからは、便乗商法が加速しそう、と懸念する声も上がっている様子。 というのも、陸氏は2021年10月に自身がモデルを務めたヘアリクスタイルフォトブック陸ーシフト生活者を発売した際、その売り方が物議を醸すことに。当時、同所の反則に伴い、本人との記念撮影会などの特典がついた数量限定記念セット税込1万978円。 が販売されたほか、大阪名古屋東京で、サイニーリポストカードを渡し会、抽選、を開催。これが告知されると、塩くんの弟と会えるの。と多くの金プリファンが反応する一方で、金プリファン相手に商売して、虚しくないのさすがに勘違いし、杉などとネガティブな声も続出したのだ。 その後も昨年9月に初のファンミーティングを東京渋谷タワーレコードで開催したり、今月15日に地震初となる大阪でのワンマンライブをライブハウスロクタンで開催するなどアーキスト活動を精力的に続けている陸士。さらに1日には公式 YouTube チャンネル平野陸陸空チャンネルを開設。 これが、仕様が飛べ入りを発表する一週間前だったことや、7日の飛べの配信で仕様が近く YouTube を始めることを予告していたことから、ネット上では、リク君、ジャニーズの監視がなくなった途端に YouTube 始めた弟に便乗する気満々ではと憶測する声もあるようだ。 小学生時代、兄弟ダンスユニット、小安同期、奥組、ダンスコンテストに出場していたと言われる紫陽と陸シ、互いの YouTube で、二人によるダンスコラボ動画を公開する日も近いかもしれない。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝して